本日は始業時刻前の労働時間に関する裁判例をご紹介いたします。八重椿本舗事件は、始業時刻前の早出出勤の労働時間該当性が争われた事例です。結論としては、労働時間に該当しないと判断されています。始業時刻前の出社については、特に業務上の必要性がないにもかかわらず、早出出勤することも一般的にまま見られるところであることから、早出出勤については業務上の必要性があったのかについて具体的に検討されるべきとした上で、1時間も早く職場に来る必要性があったことを認めるに足りる証拠がないこと、原告もタイムカード打刻後、食堂でいろいろ話をすることがあったとか、常時やらなければならない仕事があったわけでもないと述べていること、労基署から原告の上長が早出出勤しているときは、早出出勤の必要性があったとして、その残業代を支払うよう指導を受けて、時間外手当を支払っていたことが理由として認定されています。本日は労働時間に関する裁判例をご紹介いたします。MTEX 事件は、原告がメールを送受信した時刻やパソコンで作成したファイルの作成時刻等が始業時刻や就業時刻に該当するかどうかが争われた事例です。結論としては該当しないと判断されています。各メールの送受信等は、各日における一時点で原告が業務に関する行為をしていたことを示すものに過ぎず、そのことからその前後に継続的に業務に従事していたことまで認められるものではないこと、送受信等は被告の指揮命令が及ばない自宅や通勤途中でも行われたものであるところ、これらが被告の業務上の指示に基づき行われていたと認めるべき的確な証拠はなく、これらが原告の私生活上の行為と峻別して行われていたと認めるべき証拠もないことから、送受信等の時点で被告の指揮命令下にあったとまで言うことはできないと判断されています。もっとも、平成29年8月1日については、従業員 C とメールで連絡を取り合った上で、一定時間の打ち合わせを行ったことが認められるとして、原告が主張する時刻が就業時刻と認定されています。本日は労働時間に関する裁判例をご紹介いたします。社会福祉法人セバ福祉会事件は、タイムカードの打刻時刻が実際の始業就業時刻を示すのかということに加え、休憩時間の長さが争われた事例です。結論としては、タイムカードの打刻時刻が労働時間であり、休憩時間なしと判断されています。被告はタイムカードの打刻時刻と原告の実際の始業就業の時刻との間に不一致があることを何ら具体的に立証できていないこと、保育士の絶対数が足りなかったことから、原告を含むほとんどの保育士が毎日残業をする前提で勤務シフトが組まれていたこと、被告も原告と H 保育士以外の保育士の残業については真に業務に従事していたことを認めていること、原告は平成30年度、令和元年度は他の保育士に比して多忙であったことなどから、タイムカードは労働時間を正確に称するものと判断されています。また、休憩時間であっても保育現場を離れることができなかったこと、食事も業務の一部として園児と一緒にとっていたこと、一人担任の保育士に休憩を取らせるために業務を肩代わりしていたことから休憩を取れなかったと判断されています。本日は労働時間に関する裁判例をご紹介いたします。福屋不動産販売事件は、3名の原告の始業時刻、就業時刻が争われた事例です。結論としては、原告ら主張の時刻が C 就業時刻と認定されています。パソコンのログイン、ログアウト時刻が残っている日については、各店舗を回り、パソコンを起動してメールで報告するなどの業務を行っていた旨の P1 の供述があること、各店舗の営業時間とログイン、ログアウト時刻が概ねその範囲内か、それらに前後する時刻であることから、ログイン、ログアウト時刻を C 就業時刻と認めるのが相当と判断されています。P2、P3 についても同様の判断がされています。ログイン、ログアウト時刻等が残っていない日については、P1 が主張する時刻と各店舗の営業時間が概ね一致するか、その範囲内であることに照らせば、P1 が主張する時刻を C 就業時刻と認定するのが相当と判断されています。P2、P3 についても同様の判断がされています。P3 のログイン、ログアウト時刻が残っていない所定休日については別途判断されていますので、画面を止めてご確認をお願いいたします。本日は休憩時間に関する裁判例をご紹介いたします。福屋不動産販売事件は、3名の原告の休憩の取得時間の長さが争われた事例です。結論としては、いずれも1時間取得できていたと認定されています。 P1 については、 P1 自身も昼食を取る時間があったことを認めていること、勤務時間中に通院や娘の通院の付き添いのために抜け出すなどしていたこと、労働時間の状況等からすれば、各店舗の訪問の合間等にも休憩できていたとして、休憩時間を1時間と認めるのが相当と判断されています。P2 についても昼食を取る時間があったことを認めていること、勤務時間中に事務員と共に店舗にいることが多く、ひっきりなしに来客が続くとも考えられないことから、来客対応の合間等にも休憩するなどして1時間取得していたと認定されました。P3 についても昼食を取る時間があったことを認めていること、営業時間の状況等に照らせば、他の従業員の営業への同行や自身の営業の合間等にも休憩するなどして1時間取得していたと認定されました。本日は労働時間に関する裁判例をご紹介いたします。三省三業事件は、21時以降の時間が労働時間に該当するかどうかが争われた事例です。結論としては、該当しないと判断されました。就業規則の規定や労働契約書には、時間外労働には許可が必要であることが記載されており、事前に代表者の許可を得る運用が取られていたこと、
原告以外の従業員は残業の許可を得ていたこと、労組代表者が少なくとも毎月1回は21時以降の残業については残業許可申請書を提出するよう注意するなどしていたことから、許可のない21時以降の時間外労働は明示的に禁止されていることを認識した上で許可を得ずに21時以降の打刻をしていたとして労働時間外統制が否定されました。また毎月各従業員の業務量を確認した上で業務が割り振られていたことなどから他の従業員に比べて業務量が多かったとは言えないと判断されました。さらに原告がメールの相手に依頼してメールを送ってもらったなどと供述していたことから原告が主張する業務を21時以降に行う必要があったとは認めがたいと判断されています。本日は休憩時間に関する裁判例をご紹介いたします。男性産業事件は5時半以降の所定労働時間を超えて就業する場合における5時半から6時半までの時間帯の休憩時間該当性が争われた事例です。結論としては休憩時間に該当すると判断されました。就業規則や労働契約書には当該時間帯が休憩時間であることが明記されていること、部署間会議では当該時間帯が休憩時間である旨の話がされたこともあったこと、休憩時間の開始時刻を知らせる趣旨で5時半に一度チャイムを鳴らしていること、当該時間帯の使い方については各従業員の自由に任せられていたこと、他の従業員が作成していた残業許可申請書には残業の開始時刻が6時半と記載されており、当該時間帯が休憩時間であると認識されていたことから当該時間帯に業務を継続するよう義務付けていたとは認められないと判断されました。また当該時間帯に必ずしも日々メールを送信していたことなどから業務メールの存在から直ちに当該時間帯が労働時間であると認めることは困難であると判断されています。本日は労働時間に関する裁判例をご紹介いたします。ゲートウェイ21事件はタイムカードによる勤務時間管理がほとんど行われていなかった原告の時間外労働の有無が争われた事例です。結論としては時間外労働はあったと認定されました。会社の原告のパソコンからメールを送信するなどしていたことから少なくともこの時刻に原告が勤務していたと判断されました。就業時刻を裏付けるメールが存在しない日についても原告主張のこの日の就業時刻は他の日のそれと大きく変わらないことから同様に勤務していたものと推理にするのが相当とされています。なお午後の方が忙しいという被告の主張については原告は午前10時に在籍している必要があったとして主張が排斥されています。また被告は原告が自らの意思で残業していたと主張しましたが、被告代表者はメールや電話で原告に影響成績の報告等をするよう強く求めていったこと、被告では全社的にノルマを達成するよう叱咤激励を繰り返しており、その達成には所定労働時間内の勤務では不十分であったことから被告の主張は認められませんでした。本日は労働時間に関する裁判例をご紹介いたします。前原陽談事件は毎月1回の安全委員会の安全活動に参加する時間の労働時間該当性が争われた事例です。結論としては労働時間に該当しないと判断されました。労基法上の労働時間該当性に関する判断枠組みを示した上で、安全活動への参加に関して出欠は取られていないこと、不参加に対する制裁はなく安全活動への参加で査定や待遇面で有利になることもないこと、就業規則上安全活動に関する規定は存在しないことから安全活動に参加する時間が被告の指揮命令下に置かれている時間、すなわち労働基準法上の労働時間に該当するとは言えないと判断されました。本日は労働時間に関する裁判例をご紹介いたします。前原陽談事件は勉強会に参加する時間の労働時間該当性が争われた事例です。結論としては30分の限度で労働時間に該当すると判断されました。労基法上の労働時間に関する判断枠組みを示した上で、勉強会は原告が参加するのに開催されることはそもそも予定されていないこと、原告が勉強会に参加せずその後も技術が身につかないままであれば原告の賃金や賞与の査定以下、ひいては従業員としての地位以下にかかるのは明らかであること、多くの就業規則には教育訓練に関する規定が置かれていることから原告が勉強会に参加する時間は被告の指揮命令下に置かれている時間、すなわち労基法上の労働時間に該当すると解するのが相当と判断されました。勉強会の所要時間については平成29年11月1日実施の勉強会が15分であったことを踏まえ、 E3 主任が証言する30分の限度で認めるのが相当と判断されました。